ひなちか、ひなチカ、ヒナちか、どく、インナッツオフィシュラング、A、D ナッツファケーションは、連合軍軍世期のドイツ、1945年から1949年、並びに軍世期のオーストリアで実施された政策。ドイツとオーストリアに限らず、ナチに占領された、フランスやオランダなどでも、ナチ体制の除去が行われた。協議のひなちかは、ナチ党関係者の人事粛清を指すが、 抗議のヒナチカには、ドイツ社会からのナチスドイツ時代の影響を除去する政策全般を指す。連合国の代表アメリカイギリスソビエト連邦の三国は1943年10月のモスクワ会談において、ドイツの無条件降伏と戦後ドイツの軍事的無力化、民主化とともにヒナチカを推進する方針を策した。百四十四年から主要国に加わった。 フランスもその方針に同調し、1945年2月のヤルタ会談後には、ドイツの軍国主義とナチズムを撲滅し、ドイツが世界平和を二度と拡乱できないよう保障することを目的とし、ナチ党、国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ的法律、制度、組織、諸制度を根絶し、ナチや軍国主義のあらゆる影響を公的機関や、ドイツ人の文化生活、 公共生活から除去ることを宣言した。この方針に基づき行われたドイツ降伏後のポツダム会談では、名目以上に、その活動に参加したナチ党員全員、並びに連合国の目的に敵対的な人間を、公職及び準公職、重要な私企業の責任ある地位から追放することが決定された。連合国遠征軍最高司令部は、 重要人物を逮捕するためのリストを策定したが、全体的な日な地下の方針は定まっておらず、詳細な日な地下は分割占領地域ごとに独自に行われ始めた。占領行政全体を統括するは1946年1月12日になって、名目以上の範囲を定義する指令を出したが、この方針も日な地下政策の統一には至らなかった。当初、 アメリカの日ナチカスタンスは積極的であった。米占領軍政府はドイツ占領基本指令1067号において単なる名目以上のナチ党員だけではなく、ナチズムと軍国主義の支持者全員の公職、巡公職から排除することとした。また、社会の要職に就く人物へアンケート調査を実施し、ナチ党との関係を審査し、その結果公務員の3分の1を解雇した。 しかし、アンケート調査の対象とされた人物は、アンケートの回答を誤魔化したほか、米占領軍政府も、地域の人間関係を詳細に把握する能力がなく、また、占領地区のドイツ人の米軍政府への不満感、不信感が高まったほか、アメリカ本国からも、公正さに欠けるとの批判が出た。そのため、米占領軍政府は、ドイツの行政機構と協力して、避難地下を進めるとし、 ドイツ州政府との折衝の結果、1946年3月に、ナチズムと軍国主義からの解放のための法律、解放令を州法として成立させた。解放令によって、米軍占領下の各州では解放令実施のための特命大臣が設置され、その指揮下で18歳以上の全住民対象にアンケート調査を実施し、調査の結果なチと、 政治的関係の強い人物を、ひな審査機関で審査し、重罪者、積極分子、経済者、同調者、無罪者の5つに区分した上で、重罪者、積極分子を、即刻解雇、罰金、労働収容所送りなどとし、経済者、同調者を罰金に処することとした。ただ、ドイツ側に、ひな地の主導権が移ったため、住民同士がかばいあったり、 地元の名士に泣きついて、無罪者判定を勝ち取るケースが頻発したほか、ひなちか審査機関のスタッフも、地域住民の恨みを買うことを恐れ、なり手がいないなど、順調に運ばなかった。またひなちかによる社会の各分野の人材不足が深刻化すると、ドイツ側から追放者への恩赦要求が高まり、青少年特赦が行われるようになったほか、冷戦激化によって、 アメリカ本国の対ドイツ占領政策の基本方針が懲罰から復興に変わると判定の引き下げ措置が行われるようになった。ソビエト連邦占領地区における日難地下は徹底していた。ソ連占領地区においては最初からドイツ人協力者、特にバルター・ウルブリヒトラソ連に亡命していたドイツ共産党員を中心に共産主者に有利な日難地下を実現させるべく活躍した。 そのため、公職追放によって空席となったポストには共産党員を中心につくこととなり、そのため、旧来の貴族、ブルジョアジーに代わり労働者や農民の指定が公務の中心についたため、日な地下によって政治的にも社会的にも劇的な変化を遂げることとなった。また、ソ連はナチスドイツの指導者とドイツ国民は区別するというスタンスを明確にしていたため、 末端の旧ナチス島員の恩赦と復権に寛大な措置を取り、1947年8月に出されたソ連政府司令201号において、彼らの市民権の回復を保障し、内務、司法分野を除き公職に就くことが許されることとなった。1949年にドイツが東西に分断されると、西ドイツの連邦最小に就任したコンラート・アデナーは、 日な地政策について、全ドイツ人を対象に進められたことについて、多くの不幸と多くの災いをもたらしたとして、ドイツ人全員が責任を負うのではなく、一部の重大な戦争犯罪人と刑事犯のみが責任を負うべきであるとして、日な地の終了を連邦政府の名によって宣言することを試み、そこでひな地によって追放された対象について議論が行われ、 キリスト教民主同盟、キリスト教社会同盟、社会民主党は、重罪者と、積極分子以外の追放者の解除を主張したのに、対し、自由民主党、ドイツ党は追放者の全面解除を主張した。アデナウアーは、日向の全面解除が、連合国高等弁務府によって反発が起こることを、恐れ、最終的には、前者の案である重罪者と、 積極分子除く追放者解除による日な地下終了宣言文を1950年12月に採択し、これによって日な地下は終了した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。